ジェファフルーク製の熱空気飛行船熱飛行船は通常の飛行船が空気より軽いヘリウムを機能に充填することで浮力を得るのに対し機能内の空気と外気との温度差に由来する密度の違いによって浮力を得る飛行船である熱空気飛行船とも言う現在の全ての熱飛行船の不要ガスは熱気球と同じく熱した空気であるが水蒸気を使用する飛行船も また、熱飛行船に分類することができる。飛行船と名がついているが、日本の航空法においては飛行船ではなく、気球として扱われる。熱飛行船の長所は、ヘリウム飛行船より安上がりだということである。それに加えて、飛行を終えた後には絞ませて、すぐに保管や輸送のために梱包することができる。一方、熱飛行船は、 不要ガスタンイオあたりの浮力がヘリウムよりもはるかに少ない。そのため構造の軽量化と制御装置の簡素化とが不可欠で結果として操縦にはかなりの困難が伴う。例えば以下のようなことである。最近では熱飛行船の操縦は幾分改善された。最も成功した手法は微容構造物の空気圧を他の部分より高くするか、または 内部構造を使用するというものである。熱飛行船の最初の公開飛行は、1973年1月、イギリス、イシクルミートにおいて、キャメロン・バルーンズのドン・キャメロンによって行われた。伝えられるところでは、飛行にこぎつけるまで3年かかったという、熱飛行船の大半は軟式であり、一部には圧縮空気を用いるものもある。プロペラの後にあるダクトから、 圧縮空気を取り入れるタイプもあるが、多くの場合、圧縮空気は別個のファンによっている。2006年現在、昨日の外皮にスカイキャットエアクラス、この方式では、外皮は加圧されず、外形を維持するためには、アルミニウム製の骨を内部構造として持っている。使用しない時には、この内部構造は、傘のような方式で折りたたまれる。この構造はまた、 方向変更が可能なエンジン及びプロペラを船体のビブに取り付けることを可能にしている。ビブに置かれたプロペラは角度のついた水力を提供し、その結果として急な方向転換が可能となっている。熱気球と同じく熱飛行船は、はじめは冷たい空気で部分的に膨らまされる。機能が十分に満たされてからプロパンバーナーが点火され、 最終的には熱せられた空気によって膨張が完了する。ヘリウム軟式飛行船の場合、前後の空気棒の体積を操作することによってピッチコントロールを行うが、熱飛行船の場合はそれができない。YouTube ビデオ,オブスキュート。ありがとうございます。